こちら、さあ、並びから授業をやってまいりました。本日2118番目でございます。さあ、問題の選択肢ですね、すでに書いてあるんですが、まずこの空所のところですね、これに入れるのにふさわしい順番は考えていただく問題なんですが、一つ目は、まあ、上にしますか、下にしますか、二つ目も上にしますか、下にしますか、で、三つ目も上にしますか、下にしますかというお話でございます。でもちろん試験中は1分ぐらいで考えていただく問題ですが、皆さん YouTube の都合上ですね、10秒間で頑張っていただけると嬉しいかと思います。では、どうぞ。いけましたでしょうか。さあ、皆さん、出だし、どうでしょうね。I うどんとにしますか、It うどんとにしますかということですが、皆さん右側にですね、ドリームが見えますよね。で、皆さん、ここまでちょっと下に書いてみたんですが、皆さん、ドリームときたら、後ろの形、皆さん、有名な熟語でありましたね。ドリーム、オブ、ING。で、V することを夢見ますよ、ということで、よろしかったかと思います。こうですね。ですから、皆さん、ドリームトゥードゥーではなく、ドリームオブ ING、こっちが良さげですね。これでいいかと思います。ですから、皆さん、夢見るんですから、そこから皆さん逆算するとですね、まあ、そりゃ、皆さん、主語は人間のはずですよね。ですから、皆さん、こういう感じで多分、つながっていくかと思います。ですので、I will dream of doing ということでしょうね。夢を見るのは、まあ、そりゃ考えたら主語は人間だということでよろしいかと思います。で、あと皆さん、I wouldn't dream of doing、何をすることを夢見るのか見ないのかということですが、皆さん、みんな such as thing にしますか、your best にするのかと、いうことですが、だから、do your best にしてしまうと、皆さん、最善を尽くすと、いう話でございますが、皆さん、これ、読んでいただいているかと思いますが、なんか美しい、蝶々ですかね、見て、見ましょうと。まあ、見て見て、家に持って帰ろうぜ、ということですね。なんて言って、何言ってんだ、冗談を、見て楽しもうよ、という話です。ですから、この文章中にどこにもなんかベストを尽くす話が全くないので、ですから、your best には繋がらないだろうというところでよろしいかと思います。でも、such as thing であれば、これですね、なんか家に持って帰ろうとしていること、という話で、うまいこと繋がっていきますので、どうやらこれが正解ですね。ですので、出だしは I wouldn't で、dream of doing で、such as thing というふうにつなげていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。で、皆さんもちろん、dream of ING ですね。もししなければ、ぜひこの後ノートを取っていただいてですね。ノートを取っていただいた後はいつも通り赤シートで隠して、スラスラ入れるというところを皆さん頑張っていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。で、皆さん次回2119番続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。